ちは、こんばんは。本音で聖書塾、聖城四郎シリーズ、本日第2回目となります。さて、本日は聖城が作られた理由というテーマですが、はい、前回の学びの中で神様がモーセに聖城を作らせなさいという指示を出された場面が出てきてましたね。そうですね、はい、神様が指示を出されるのですから必ず重要な目的があるわけですよね、はい。そして私たちクリスチャンにとって聖城は特別に大切なものだと思うんですけどね、はい。まあ、でもクリスチャンの方でも聖女はそもそもユダヤ人の昔の習慣や儀式のためのものであって、うん、現代の自分たちには特に関係ないという、うん、まあ、スタンスを取っておられる方々もいらっしゃいますよね。そうですよね。確かに聖女が初めて登場するのが、まあ、旧約聖女の時代ですので、はい、当時のユダヤ人のために聖女が与えられたと考える人がいるのもわかりますよね、うん。しかしそれから約1500年後の新約聖書の時代に、はい、外国人に伝道するために神様に選ばれたパウロという人が出てきますよね、はい。彼は聖書について詳しく触れていますが、なぜパウロが聖書に触れたかと言いますと、彼はユダヤ人だけではなくて外国人も含めて世界中のすべての人の救いに聖書が関係あると思ったからなんですね。まあ、聖書の中でいう外国人とは、うん、ユダヤ人以外の人たちのことなんですね。そうですね。まあ、そうすると私たち日本人も聖書の世界から見れば外国人ということでしょうか。そうなんですよね。まあ、聖書ではよく異邦人という言葉で表現してありますよね、はい。そしてパウロが書いた手紙の中で特にヘブル人への手紙という場所があるんですけれども、ここでヘブル人とは実はイスラエルに住んでいたユダヤ人のことなんですよね、はい。なぜ外国人に伝道するパウロがユダヤ人に手紙を書いたかと言いますと、ユダヤ人がもはや聖書を単なる儀式をする場所としてしか認識しなくなっていて、聖書の本当の意義を見失っていたからなんですね。まあ、ユダヤ人といえば、はい、最初に神様を信じた古代イスラエル民族ですよね。はい、そうですね。まあ、それですと本来彼らが一番聖書について理解しているべき立場なのかなとも思うんですが、うん、そうですね。まあ、実は古代イスラエル人だけではなくてですね、はい、神様を信じている私たちクリスチャンも現在聖書の本当の意義を見失っている状態なんですね。まあ、当時は聖書というよりも、まあ、神殿という状態になっていたんですが、はい、まあ、そのことをちょっと説明する前にですね、頭に置いておきたいことがありまして、はい、それは出エジプト記の時代までは神様はイスラエルの人たちに聖書を作らせる必要性を感じておられなかったということですね。出エジプト記の前は創世記ですよね、はい。まあ、そこには聖書という言葉は一度も出てきませんよね。あ、そうですね。まあ、それではなぜ神様はいきなり出エジプト記でモーセに聖女を作らせなさいと言われたのでしょうか。その理由についてお話ししたいと思います、はい。ある時古代イスラエルの人たちは神様のご計画によってエジプトの人たちに聖書の神様を伝えるために使わされました、はい。そこに住むことになりました。ちょうどヨセフの物語のことですかね。はい、そうですね、はい。しかし彼らはエジプトでとても優遇されて繁栄しているうちに自分たちが信じていた聖書の神様のことをだんだん忘れてしまったんですね。そしてエジプトの王様パロですかね、はい、自分の国で繁栄しているイスラエルの人たちのことをだんだんと脅威に感じて圧迫するようになり、
ついに彼らを奴隷にしてしまったんですね、はい、しかしようやくそのような惨めな状態になってイスラエルの人たちはまた聖書の救いの神様を思い出して助けを祈り求めたわけですね。そんな彼らを神様はお見捨てになられるでしょうか。そうですね、私たちの一般社会では自業自得とか身から出たサビっていう言葉もあるんですけれども、はい、自ら愚かな選択をした人に対してはどちらかというとこう冷ややかな目で見られることが多いと思いますね、うんうん、そうですね、はい、またその本人にとっても神様を裏切った分際で助けてくださいと言ってはいけないんじゃないかってこう葛藤するところでもあると思うんですね、うん、はい、ですがこの聖書の神様の素晴らしいところはどんなに人間が神様の愛から逃げて、うん、こう道に迷ったとしてもまた助けてくださいと素直に神様に呼び求めるときには、うん、喜んで私たちを助けてくださいますよね。そうですね、はい、まあ、そのことが出エジプト記の2章の23節から25節に記してありますのでちょっと読んでいただけますか。多くの日を経てエジプトの王は死んだ。イスラエルの人々はその苦役の務めのゆえにうめき、また叫んだが、その苦役のゆえの叫びは神に届いた。神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え、神はイスラエルの人々を顧み、神は彼らを知ろしめされた。はい、ここで神様は奴隷の苦しみの叫びをちゃんと聞いてくださってますよね。そうですね、まあ、しかし聖書の神様が彼らを救うためにはある条件がありました、それは彼らの先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブが聖書の神様と結んでいた同じ契約を彼らも神様と結ぶという条件でした、はい、そしてそのためにモーセというリーダーを神様は選ばれて、そしてイスラエルの人たちを奴隷から解放しようとされたんですね。うん、その契約のことが出エジプト記の19章の5節から6節に書いてあります。読んでいただけますか。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。これがあなたのイスラエルの人々に語るべき言葉である、はい、聖書の神様の契約は分かりやすく簡単に言いますと、神様に助けてもらいながら良い人間になるということだけですね、はい、そして神様はイスラエルの人たちにも奴隷から解放する代わりにこの神との契約を結ぼうと望まれたわけですね。うん、神様が何かのご命令をこう私たちにお与えになるときは、うん、こう命令だけではなくそれを守れるようにさまざまなお助けも約束しておられるということなんですね。そうですね、まあ、そして、この神様の契約は世の中の契約とは違って、お金が貯まるとか、まあ、出世するとかではなくてですね、はい、良い人間になれるという契約なので、はい、どんなにお金を出して契約を結ぼうとしても結べないんですよね。うん、心の底から良い人間になりたい、うん、今の自分を変えたい、変わりたいというそういう願いを持つ方だけが契約することができるということなんですね、はい、こんな素晴らしい契約ならイスラエルの人たちも喜んで結んだんでしょうね、うん、まあ、確かにイスラエルの人たちは、はい、
神様と契約を結びましたが、神様がもともとご提案されていた神様自ら手伝ってくださるという部分を、はい、まあ、残念ながら払いのけてですね、契約を結ぼうとしたんですね。あ、そうですか。そして神様はこの良い人間になるということが、はい、どのようなことなのかを分かりやすくするために彼らに十戒というものをモーセを通して言葉でお伝えになりましたね、はい。しかし彼らは神様の助けを借りなくても自分たちの力で簡単に良い人間になれると思って神様の言葉は全部守りますと言い切ってしまったんですよね。聖書からこの神様とイスラエルの人たちの契約の場面を見てみましょう、はい。出エジプト記の19章8節を読んでいただけますか。民は皆共に答えていった。我々は主が言われたことを皆行います。モーセは民の言葉を主に告げた。はい。主が言われたことというのは契約の条件として神様が言葉で伝えられた十戒やまた定めと掟と呼ばれるものなんですけれども、はい、実はイスラエルの人たちはこのような宣言をこのあと2回、出エジプト記24章の3節とかまた、24章の7節で、宣言してるんですね、はい。神様は彼らが3回も躊躇することなくしかも自信満々に宣言したので、神様が望んでおられた契約とは違う形で彼らと契約を結ぶしかありませんでした、はい。そして神様は自己過信な彼らがエジプトに住んでいた時のように簡単に神様の言葉を忘れないように十戒を今度は石の板に書いてそれを神様との契約の証拠である契約の箱というものの中に収めることにしたんですね。なるほど。なんだか神様の方が人間が十戒を守れるようにいろいろと手を尽くしてくださっているのに対して、イスラエルの民のこの余裕の態度っていうのは対照的ですね。そうなんですよね。しかしここからさらに神様の素晴らしいところなんですけども、はい、もし十戒を守れない時があったとしても、つまり、十の戒めに反する、罪を犯したということですね、はい。それに対処するための方法もすでに備えておられたんですね。人間が何か悪いことをしてしまってそしてその罪がどのようにして許されるかといいますと、はい、この聖書でですね、これは許されるその方法としてその儀式があったんですけども、はい、まず罪を犯してしまった人が自分の飼っている家畜の中から一番状態の良い、羊とかヤギをですね聖書に連れて行きます。そして動物の頭に手を置いて自分の犯してしまった罪の告白をするんですね、はい。そうしたら罪を犯したこの責任がその人から動物に移されるんですね、はい。そしてその後に自分の手で動物を殺さないといけないんです。このような儀式を通して初めて神様からその悪いことをした罪の責任をもはや問われなくなって罪が許されたとなったんですね。それって動物がこうかわいそうとか、人間に都合のいい儀式じゃないのって思う方もおられるかもしれないですね、そうですね、しかしこれは神様がそのようにしなさいとおっしゃってくださっていることなんですね、はい。レビ記4章の27節から29節まで読んでいただけますか。また一般の人がもし誤って罪を犯し、主の戒めに背いて、してはならないことの一つをして、咎を得、その犯した罪を知るようになったときは、
その犯した罪のために供え物として目やぎの全きものを連れてきて、その罪祭の頭に手を置き、犯罪をほふる場所でその罪祭をほふらなければならない。はい、まあ、確かに一見人間に都合の良い儀式に見えますし、動物がかわいそうだと思いますよね。うん、まあ、しかしこの動物は実は神の御子であるイエス・キリストを表していたんですね。はい、イエス・キリストは先ほどの罪のない動物のように何の罪も犯されませんでしたが、私たちの身代わりに全人類の罪を十字架の上で背負ってくださり、死ぬことによって私たちの罪の責任がイエス・キリストへと移されたんですね。私たちは聖女の儀式を見るときに、まあ、また学ぶときにですね、はい、罪のない動物が人間のために殺されるなんてなんとひどいと思うのですけども、まあ、それほど罪というものは恐ろしいものなんですね。はい、イザヤ書53章の5節から6節にそのことが書いてありますので、読んでいただけますか。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。はい、本来なら私たちが犯した罪は私たち自身に問われるのが当然だと、まあ、思うんですが、はい、その責任がイエス・キリストの上に置かれたとはっきりと書いてありますね。はい、そうですね。まあ、モーセの時代のような聖女ってもう地上にはありませんけれども、うん、今はどのようにして私たち一人一人の罪の責任をイエス・キリストに移させていただくんでしょうか。はい、まあ、実はそれがですね、一人一人の悔い改めのお祈りなんですね。はい、私たちクリスチャンはよくイエス・キリストを信じていますと言いますが、はい、一体クリスチャンが何を信じているかと言いますと、イエス・キリストは自分の罪を十字架の上でこの身代わりとして背負ってくださるお方で、はい、自分の個人的な救い主だと信じているわけですね。はい、そしてそれを信じているから、まあ、罪を犯した時には悔い改めのお祈りをして自分の罪を十字架のキリストに移させていただいて、神様から許していただくわけですね。はい、罪が許されるこうプロセスって一言で言えば神様の愛なんですね。うん、普通は自分で守れると言って守れなかったらこう相手にね、呆れられたりとか、はい、放っておかれそうですけど、神様はまず彼らのテントのそばのこう聖所にお住みになって、うん、彼らが契約を守るために必要なことを教え、また導くために聖女を作らせたんですね。そうですね。よく神様は愛であると私たちクリスチャンは言うんですけれども、うん、この聖女を作らせた目的一つをとってみても憐れみ深い神様の愛が表されていますよね。本当にそうですよね。まあ、これほどまでに人間を愛しておられる神様の救いの方法を、まあ、自己過信に陥っているこのイスラエルの人たちに儀式を通して分かりやすく教えるために聖女が作られたわけですよね。はい、つまり神様はそれほどまでに私たちを全力で救いたいと思っておられるお方なんですよね。まあ、だから神様はご自分の独り子であられたイエス・キリストを私たちのために天から送られたわけですね。はい、そのことが聖書に記してあります。ヨハネ3章の16節を読んでいただけますか。神はその一人子を賜ったほどに
この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。はい、一人も滅びないでってありましたけども、本当に神様の大きな愛を感じることができます ね。私たちがもし聖書をもっと深く学んでいけば、この素晴らしい神様の愛がさらに理解できるようになりますよ。はい、聖書は昔の人のためだけではなく、現代の私たちが今やるべきことを詳しく教えてくれるものなんですね。はい、そしてさらにこれから近い将来、神様が私たちに成し遂げようとしておられることを知ることができますから、ぜひゆっくり一つずつ学びを進めていきましょうね。はい、まあ、楽しみですね。はい、あの現代の私たちも神様の御臨在なしでクリスチャンライフを進めていくときには、神様の助けなしにこう十戒を守ろうと自己過信に陥ってた当時のイスラエルの人のようになってしまうということも、あの本当によくわかりましたね。そうですね。はい、次回は聖書の構造に秘められた驚くべき救いのご計画について、お届けする予定です。はい、今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回お会いする時までお元気にお過ごしください。それではさようなら。さようなら。